新年の活動いかがですか？少しは力を抜いて新しい仕事に進んでいけてますでしょうか？ぼちぼちで大丈夫です。さあ今日はですね、首の周りから緩めていこうかと思います。横に倒すところからやっていきますね。ゆっくり息を吸うところは変わりがないので、大きく息を吸ってお腹温めて吐く。吸って、吐く。まず肩の力から抜いていきましょう。吸って、吐く。そしたら、左の手で右の耳をこう包む感じ、優しく包む感じで。はい。そして、左側にこう倒していきます。で、右側の手はちょっと横に手を置いた状態で、そこを、そうですね、持ち上げてこないような状態。で、首をしっかりと、この横の筋ですね、伸ばしていく感じです。ぐーっと、耳でこう引っ張ってくるんですかね、倒していきます。息を吸って、吐きます。吸って、吐きます。耳の下からこう、この辺の筋を伸ばしてくるっていう感じで、腕の重さで引っ張られる感じですね。ぐっと手で引っ張っちゃわないで、腕の重さがかかってるっていう感じでいいと思います。吸って、いきます。そしたら今度この手をですね、少し後ろに持っていきます。はい、右の手を少し後ろに持っていくと、ちょっと違うところが引っ張られてきます。はい、息を吸って、吐きます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。はい、反対側も行きましょう。まず真横に置いておいて、手は。そして、右手で左の耳の下ですね、持って腕の重さで倒していきます。はい、息を吸って、吐きます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。そしたら手を少し後ろに持っていきます。もう一回吸って、吐きます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。そしたら今度はですね、左の手で右のこの首筋の外、ここに骨があるんですけど、骨の部分のところ、ここにね、筋肉があるんですけど、ここをこうしっかり持ってる。首を、ね、猫の首を掴むみたいに、ちょっと掴むような感じで。で、掴むような感じで、親指の方は力を入れないでくださいね。4本指の方にちょっと力を入れて、軽く倒しながら、やはり手は横、真横に。これをこう倒しながら、この首の、ここの筋肉をちょっと押さえながら刺激をします。ゆっくり息を吸って、吐きます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。腕の重さでこうちょっと指圧されてるっていう感じで、少しこう、軽く撫でるような感じで引っ張ってくる感じですね。吸って、吐きます。はい、反対側。ちょっとね、この首を掴むような感じで一回持った状態で親指の力を抜いて、肘を倒してくるとね、腕の重さで引っ張られますから、その状態で息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐きます。ね、首のこの辺が伸びたーっていう感じがちょっとするかなと思います。はい。そしたらちょっと肩の方を伸ばしていきますよ。手を、外側にこう曲げてきて、これをつけます。足に近いところ。ね。で、反対側も同じようにつけます。で、
ぐっとこう後ろに下げてくるとこの辺がこうキュッと伸ばされる感じがすると思います。しっかりと伸びてくる。息をやっぱり吸って吐いて、で後ろに来るような感じ、吸って吐いて、これも横で見た方がいいかな。ついておいて吸って吐いて、でちょっと後ろに下がって、吸って吐いて、で下がって、吸って吐いて、で下がって、今度はね少しこの手の上に体重かけて背中をこう伸ばしてくる、ここが伸びる感じで、ぐーっとこう背中を伸ばして手の上に体重かけてくる。吸って吐いて抜いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、この辺が伸びてくる感じがね多分すると思います。どうでしょうか、手の方とね背中全体が伸びた感じがしましたでしょうか。首もねどうですか、動きをね出して、そして力が全体で抜けてゆっくりと呼吸ができるっていうところを、やってみてください。お疲れ様でした。